どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。毎週金曜21時配信スタートトライブ、バイオハザードRE4セパレートウェイズエイダ編、続きをやっていきたいと思います。セパロー、そうだった、レオンと一緒に乗ってんのか。エイダが運転してる。レオン、何か言いたそうね。聞きたいことはあるが、まともに答えてくれるのか。ラクーンシティ、あの事件が起きてから世界は変わった。一人助ける間に100人が死んでいく。俺も変わった。あなたが？レオン・S・ケネディが？あなたは変わってない、そう思い込んでるだけ。だったら聞くが、お前はどうだ、エイダ。今度も俺を利用する気か？どうかしら。着いたわ。あなたのそういうとこ好きよ。またね。お。泣けるぜ。発信機つけてるじゃん。うわぁ、今は無理ね。あれ？サドラーを殺しに来たの？それとも私？お前次第だ。おお。計画の変更だ。断るかどうかは任せる。銃を怖がるとでも？面白い。いいわ。ただし、これは別料金よ。賢明な選択だ。目的地の座標を送る。忘れるな、俺は待たされるのだ。嫌いだでしょ。ウェスカーがにっこりしたぞ今。目的地は遠いわね。もういなくなってる。おお、当たり前の。あ、でも気づかれてないな。かっこいい曲。ドゥン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 。ビリビリ持ってる。だいぶね、装備がギリギリなんですよね、これ。動くなよ。一撃で眠らせてやる。おらよ。おねんねタイムの時間だぜ。なんかハンドガンの弾とかありません？戻れば。ないか。上は上上がれるよね、ここ。レオンは上から降りてくるけど、よいしょ。
わ、進めちゃうな。いや、アイテムゲットできる。オッケー、ほらよ。そんなもんかな。じゃあこっちもアイテムあるかな。いや、あ、上からこう、バールのようなもの持ってる。バレたの？それで。いや、バレてねえな。ドア開けたんだ。お前だけか。ほっ。アイテムはない？ないねー。よし、ドゥンドゥン。曲好き、これ。右側奥に、こっちも見とくか。宝箱、水晶の原石。これでルーンが3つ目がはめられるぞ。いや違うか、ごめんね、違うゲームの話でした。ゲットして、あ、来た。え、ちょっと、おい、随分と元気いっぱいじゃねえか。この順、おお、頭、へっ。あぶねえ。へっ、膝、よいしょ。よいしょ。ベルベットブルーゲット。あー、やだー、バトル開始ですか。先に倒しちゃう。ん、お、ごめんない。びっくりした。あー、あそこあれか、クレーンの場所にまだ壊れてねえから来てねえってことか。まあ接近戦タイプだからいいかな。あ、千葉さんいる。目的地は正面、守りは固そうね。よくやってくれた。スピネルくれた。入ってるぜ。スティングレイね。手入れの行き届いた品ばかりだぜ。スケルトンマガジンかっこいいんだよな。弾が装填されてるのがわかるからね。あとはなんだこれ。メレーのクリティカル率 20% アップ。どうしようかな。とりあえず修理して。待って、修理の前にあと10万か。武器を改造するんだな。4万ぐらいなんだけど。他には何かあるか。懐中時計売って、いつもこうならいいな。これも別につける場所はない。いつもこうならいいな。よし、足りるな。ベルベットブルー、悪くねえ。これはチューンアップでしょう。限定解除。なんか免許みたいになってる。ナイフの手入れも忘れちゃい。よし、もうこれ以上俺たちがいじれるところはねえな。さあ、ゴリッゴリのカスタム品の完成だ。ありがとう。お次はなんだ。へえ、お次はね。どんな価値ある品だって、墓までは持っていけねえぜ。そうなんだよ。
トレードで15枚ある。腰が痛い、目がつれえ。年月ってな、残酷だよな。さあ、ゴリッゴリにしたけどナイフを強化。まあ、矢作んないからな。これで取引成立だ。オッケー。手入れを怠らねえのは関心だ。一時が万事だぜ。かっこいいな。強化先行、ハンドガンの弾、ライフ。お宝ガラクタ、何でもごめん。ヒーローハーブ拾ったな。サンキュー。ブツを揃えとくから、また来なよ。中入るんか。やるっきゃないね。まあでもこのハンドガンあれや、どうにでもなるだろう。寄ってくれて、本当嬉しいね。セーブは？行くぞ。あら、あら、オレイヤオ。危ないよ。うえっ、なかなか硬いね。よし、一遍食いなし。やっべーのいる。お、危ない。あ、ナイスショット。なんか倒してくれてた。おらよ、燃えとけ。はい、食いなし。弾拾って、まだドラム缶あるぞ。かかってこいや。あれ、終わり。やったな。あ、こっち行けんだ。やべ、手前にあるぞ。どこだ、あれか。レッドベリル。さてと、リオン、薬持ってきてくれたんだ。立てるか。ロイスはどこ？君を心配してた。最後までな。急ごう、時間がない。こいつらを取り除く。ロイスのためにも。これはもうエイダ激おこですわ。エイダ、情報が欲しい。寄生体を除去できる施設について何か知らないか。あげない。重要な施設はすべて山頂の教団本部に集まってあるとすればそこね。さすがだな、エイダ。光栄だわ、一つかしね。あれ、千葉さん早いな。千葉さん早すぎない？ウェルカム。特に変えるもんないよね。何がお望みだ。7000ぐらい。お気に入りの獲物を自分好みに改造する。カジに変えたま。あと、ウェルカム、ソレンジャー。
不景気なこったな。上登れんな。見てってくれ。出た、草食虫解剖室。はい、損はさせないぜ。嫌な予感がしますね。通信施設に行くにはここを開けないと。ってことはあいつ出てくんのか。やだ、ほらもう化け物。もうダッツコープ持ってるもんな。ちゃんと打たないと。冷凍室の電源ユニット出てくるよ。使えそうね。よいしょ。あ、ここに出るんだ。毎回名前忘れ。リヘナラドールだっけ。スナイパーライフの弾。レオン全部やってくれたよな。でも俺がやってたんなら多分ここのやつ全部倒してねえんだよな。もうなんかインゾ集まってるな、そこで。あ、でもリヘナーラドールじゃねえぞ。ほらよ、プレゼントフォーユー。オッケー。右膝、右膝。え？いや、まだいねえな。左膝。治療してあげるぜ。なんと今なら診察無料。上にあったのか。まあいいや。うん、はい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 。あー、早い早い早ない。怖いな。はいはいはい、決まり。邪魔よ。なんか落とす。怖い怖い。いやー、なかなか手強がいい、手強い敵だよね。弱点を打ち抜かなきゃいけないのは普通に難しいもん。なんじゃこりゃ。あ、こっち行けなくなってる。どういうことこのビリビリ。でもあれか、電源を落とすことによって通れるようになるから、これでうまいこと負けってか。怖いよ、もう全然見えない。ん？わあ、もうホラーパート。はい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 。死んじゃうでしょうが、もう。はい、なんか後ろにいる気がするんだよな。大丈夫か。お、ゲットゲット。もう一つあるっていう話だったよね。あれ？以来2個ね。1つはこの塔の解剖室、もう1つどっかにあんのか。あっちにあるだろう。弾あと14。分かんない。
ベルベットブルーがそんなちっちゃいの。割らなく、まあロックかかってんのかな。割れる？いいね、来たことある場所だから。まだ出てくるんですか？寒い、すげえ、ちゃんと寒いってしてた。おお、こういうバッテリーの入れ方好き。エヴァンゲリオン味がある。おい、そんなお前すって横入るか。いっぱい出てくると見た。まあこうなるわね。はいはいはい、はい、右側行くよ。スッスッスーっと出てくるの。出てきた。で、避けてこっちか。わあ、いった。なんか違うの出てきたんですけど、聞いてないです。はい、じゃあね、くぐれないでしょ、そんなもじゃもじゃしてたら。いるのはなし。なんか叫んでるな。ん？ああ、キンキンに冷えたライフル弾出てきたぞ。ん？この先か。なってんな。ここ飛び出してきたとこだよね。リヘナラドール。いいな、家に飾りたいな。よし、やるか。どんぐらいの距離感にいる。近そう。お、お、怖い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 。はい、ノコちゃん全然外した。あっぶねえぜ。ほら開けな。やめなさーい。大体の位置は分かった。この辺りだろ。やったか。やってねー。どこ行った。あ、どこ行った。はあ、ぐるぐる回ってる。マジでやめてほしい。そうだね、俺の嫌いな敵トップ10に入るわ、こいつ。本当に厄介。こっちにスコープ乗せてよ、もう。おいおいおい、マジか。いっぱいあるな、ずいぶん。はいやっ。あ、外しちゃった。一回行くぜ。あっ、開いて。ラスト。玉切れしちゃう。攻撃ゲット。ブラックバスが後ろにいるらしい。こんなとこに入ってた。ついよ。弱点いくつあるんだよな。いや、でも奴ら絶対
体さ、これなんかもう両サイドからなぜか開くスペシャルなドア仕様だけどさ、ね、内開きとかでこう逃げれば奴らくぐれないだろうね。くぐれないっていうか開けられない、破壊してくるぐらいしか。一応ね、そのアウトブレイクとかだとやっぱドア閉まってるとゾンビは叩き続けて壊れるみたいな感じで開くんだよね。壊れてもないんだろうけど、なぜかね、もうこの世界みんな特別仕様だから。ああ、これで反対側、砲撃を手に入れる、じゃなくて電源を拾う必要があったんだ。お気に入り、ウェルカム。おいおい、ウェルカム。で、要件は何だ。チューンアップだ、修理したい。大事に使ってや、こっちで探しておくよ。あんたに合いそうなのかな。もしかしたらね、ドアの開け方から寄生虫にインプットさせてる可能性あるからね。よし、オープン。危な、通れれば問題ないわ。問題ないわ。よーし、セーブして、オッケー、前半ここまでかな。あー、ちょっとリヘナラドールと戦うと精神力が、ええということで、動画を見てる方、次回お楽しみに。ほんじゃ、またな。